いやー VR って本当にいいもんですね。皆さんこんにちは、こんばんは、サルガシラトリートメントです。オキュラスリンクで遊ぶときケーブルが邪魔やなと思ったことないですか？今日紹介するのはオキュラスクエストで PCVR ゲームを無線で遊ぶことができるようにするバーチャルデスクトップです。以前もバーチャルデスクトップを案内させていただいたんですけども、今回なんとアップデートが実施されて PCVR を起動するための手順がさらに簡単になったんですよ。というわけで今回は改訂版ということで改めて動画を上げさせていただきました。今日の動画では前半に PCVR を起動するための方法、後半では一般的なバーチャルデスクトップの使い方も案内していきたいと思っています。前回と同様、動画の最後に僕のおすすめの Wi-Fi 6のルーターも紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは、オキュラスクエストの中にバーチャルデスクトップのアプリをインストールしましょう。オキュラスのストアからバーチャルデスクトップと検索すればもう簡単に出てきますので、こちらから購入をしてインストールをしておいてください。続いてパソコンにもソフトのインストールが必要です。説明欄に書いている URL からこちらに接続をしていただいて、ソフトのダウンロードを実施してください。保存場所を聞かれるので任意の場所を設定して保存を押してください。ダウンロードが完了しましたら、そのファイルを起動してダウンロードを開始しましょう。もし警告が出たらはいを押してください。そのまま指示に従ってインストールを進めてください。インストールが完了しましたらフィニッシュを押していただきます。そうするとバーチャルデスクトップのソフトが起動するはずです。もし起動しなかった場合はパソコンの右下にあるこのアイコンをクリックしてください。このウィンドウが出てきましたら左上のリムーブを押してください。そうするとオキュラスの ID を入力することができますので、いつもお使いのクエストの ID をここに入力をして、最後に右下にあるセーブを押してください。以上で設定は完了です。では今から実際に PCVR のゲーム起動してみましょう。オキュラスクエストからバーチャルデスクトップのアプリを起動しましょう。問題なく接続ができればパソコンの画面がそのまま表示されると思います。左コントローラーのメニューボタンを押すとこのように設定画面が表示されます。その中にゲームズという項目があるので、こちらを選択するとすでに購入しているオキュラスや Steam のソフトウェアの一覧が表示されます。基本的にはここからソフトを選べばもうゲームを遊ぶことができちゃいます。ではデッドハングリー起動してみましょうか。ソフトによっては結構起動に時間がかかるものもあります。問題なく起動できてますね。きたきた。はい、こんな感じで、普通に起動しました。で、見ていただいて分かるように角つき等は全くないですね。前に使ってたルーターだとね、少し角つきがあったんですけど、 Wi-Fi 6のルーターに切り替えてからは角つきがほとんどなくなりましたね。やっぱり画面が角ついたり遅延を起こすと VR 用に繋がったりすることもあるので、無線化されたい方はできれば Wi-Fi 6のルーターを買うことをお勧めします。もしバーチャルデスクトップ上でゲームが起動しない場合は、一度ケーブルを挿していただいて通常のオキュラスリンクで試していただければ、おそらく問題なく動くと思います。パソコンでね、ソフトダウンロードしたり接続したりとちょっと面倒やなって思っちゃうかもしれないんですけど、環境が整っている方は本当やらないと損レベルなぐらいストレスフリーになります。ぜひこれを機会に皆さん、あの PCVR のいろんなゲームをね、バーチャルデスクトップで楽しんでいただけたらなと思います。この後はバーチャルデスクトップの通常の使い方について案内をしたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。では、バーチャルデスクトップの一般的な利用方法について案内していきたいと思います。バーチャルデスクトップがうまく接続されると、先ほどと同じように PC 画面がそのままミラーリングされてきます。画面の大きさはね、自由に変えたり向きとか湾曲をつけることもできたりするんですよね。これがねすごく便利なので、まず皆さんのお好みの大きさや角度に合わせてみてください。でこのバーチャルデスクトップで何ができるのって思うと思うんですが、パソコン遠隔で動かすものなのでほとんどの操作ができると思ってください。ブラウザでね、サイトを見ることもできます。こんな感じで Google 開いてキーボードを出すこともできるので、キーボードで、検索項目、何しようかな、エコー VR ジャパンにしようかな、エコー VR ジャパン
そうするとこんな感じで検索ができて、これだったらエコ VR ジャパンのウィキページをね、こう見ることができます。通常のインターネットができますね。もし文字がちっちゃくて読みにくい場合は、先ほどの方法でスクリーンを大きくしてください。そしたらよく見えると思います。で、もちろん YouTube もね、見ることができちゃうんですよね。もちろん音声はちゃんとクエスト側に届きますので、ちゃんと音を聞きながら楽しむことができます。ちょっと見てみましょうか。こんな感じです。あ、いいですね、いいですね。あ、またエコーのね、なんかイベントをやりたいですね。それから、Netflix とか Hulu とか Amazon プライムの動画配信サイトの動画もしっかりと見ることができちゃいます。今周りが宇宙空間になってるんですけど、これもね、設定から変更ができるんですよね。設定の上から2番目のインバイロメンツ、こちらを選ぶといろんなシーンが出てきますので、ここからお好みのシーンを選んでいろんな雰囲気の中でパソコンを楽しむことができるんですよね。僕はこれが好きなんですよね。映画館なんですけど、めっちゃよくできてるでしょ。これ移動できないのが残念なんですけどね、映画館に来た気分でね、映像を楽しむことができます。で、続きましてこれここに来るとね、ちょっと不思議な気分になるんですけど、自分の部屋にいてるのに他人の部屋にいてる感覚になるので、ちょっと面白いです。部屋の雰囲気とかを変えたい方はおすすめできると思います。で、これがホームシアターで、また部屋なんですけど、ここはね、景色をなんと楽しむことができてですね、しかも、朝と夕方バージョンと、夜バージョンが存在するんですよね。夜バージョンだけちょっとディスプレイが離れてます。いろんな環境をね、変えることができるんで、実際に使ってみるともう自分の部屋と雰囲気が全く違うんで、気持ちがね、引き締まって、不思議と集中力がアップした気がしました。続いてゲームは、パソコン内の VR ゲームを遊ぶことができます。インプットの項目ではコントローラーの設定を主にすることができます。オキュラスクエストのコントローラーはもちろん、通常のゲームパッドの設定などもこちらで可能です。あとですね、この項目でハンドトラッキングの設定をオンにしていただければ、バーチャルデスクトップ内でハンドトラッキングを使うこともできるようになります。続いてセッティングなんですけれども、この中ではいろんな項目の設定が可能なんですが、主に PC 内で再生する動画などの解像度やフレームレート、そういった画質関係と、あとオーディオの設定などができるようになってます。いろいろと設定が可能なので、ぜひチェックしてみてください。続いてストリーミングなんですけれども、こちらは VR 動画の再生や VR ゲームを起動した時の解像度などを設定する項目となります。最後のビデオ図なんですが、こちら現在開発中の機能になっているようです。どんな機能がね、追加されるのかすごく楽しみですね。というわけで、バーチャルデスクトップいかがでしょうか。皆さん設定はできましたか。最初すごく腰が重かったんですけども、もう実際にやってみるとね、 PC VR ゲームをね、ケーブルなしでできるっていうのがすごくストレスフリーになるので、ぜひ環境がある方は試していただきたいです。後半で案内させていただいたパソコンの操作については、普段とね、環境を変えてパソコンの操作をしたり、映像を大迫力で再生したりするのがすごく魅力的ですね。 VR 空間でまだパソコンを操作したことない方にはかなりおすすめができます。動画の最初にもお伝えしたんですけども、 Wi-Fi の環境によってはゲームにカクつきが出ることが多いです。なので、できれば Wi-Fi 6に対応したルーターをご用意ください。僕は今このルーターを使っています。 Wi-Fi 6対応している割には値段がかなり安くてですね、参考価格は6900円になってます。だいたい Wi-Fi 6のルーターって全部1万円超えるものがほとんどなので、ちょっと心配はしてたんですけれども、今のところ何のストレスもなくサクサクと使えてます。商品の情報は説明欄にも載せておきますので、興味がある方は確認してみてください。というわけで、今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。皆さんからの高評価、それからチャンネル登録お待ちしております。あと、猿頭トリートメントではエコ VR ジャパンのコミュニティメンバーを募集しております。エコ VR はオキュラスクエスト、それからオキュラスリフトで、なんと無料で遊べるスポーツゲームです。まだ遊んだことない方はね、無料なんで、ぜひ遊んでいただきたい。で、もし、コミュニティに興味が出た場合は、ディスコードサーバーに直接アクセスいただくか、ツイッターにて猿頭トリートメントまで連絡ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。